さん、返事をして。ねえ、そうないよ。誰か温めて。おはようございます。それではいただきます。いただきます。いただきます。室伏、その状態は食べにくくないのか？平気ですよ。とても落ち着きます。ふむ、室伏の母性は本当に一晩で落ち着きを取り戻したな。はい、ひとよちゃんのおかげでとても温かな気持ちで眠れましたから。ひとよち、ファインプレーさー。ん？ひとよ、褒められてるの？はい、みんな感謝しているみたいですよ。そっか。ひとよ、80。さて、今日は守谷方面を調査する。伊達と室伏には話したが、私の読み通りなら連戦になる可能性が高い。それぞれ出撃までにしっかりと準備をしておいてくれ。了解だ。ん？ん？了解。今日もみんな朝ごはんを全部食べて偉いですね。さて、出撃までまだ時間がありますね。ひとよちゃん、何かしたいことありますか？ママがいつもしてることみたい。いつもしていること？わかりました。ではナービン広場へ行きましょう。80点。ナービー広場へ行きましょう。